起きろ！バカ野郎！急に起き上がってくんじゃねえよ！やかましいとはなんだ！仕事に行く時間だから起こしてやったんだ！毎朝毎朝グースか寝てやがってたるんでんじゃねえのか。どうだかね、隊長が死んでから隊員が無気力になったなんて言ってたけど、案外自分もそうなんじゃねえのか。一日自警団が潰れたわけじゃねえんだ。行くんだろ仕事。うだうだ言ってねえで支度しろよ。なんだよ、俺の用意は終わってるぜ。ちゃんと顔洗って歯磨いて。ん？寝言か？好きな子の夢でも見たんだろ。隊長？死んじまったじいさん隊長か。俺は会ったこともないけどな。
リオってまだ子供じゃねえか。お前何考えてんだ。まあな、って話をごまかすな。じゃ、リオはやる気あるってのか？なんだそりゃ、時間の無駄じゃねえのか？あれ、お兄ちゃんとヘキサ君何してるの？こんなところで。ちょうどいい。リオ、お前にやる気はあるか？で、急に何言い出すの？ヘキサ君、お手伝いするの？でも僕そんなことできる自信ないし、もっと他にもちゃんとした人が。おいおい、うじうじ言うな。やる気あるのかねえのかはっきりしろ。思ってたより元気あるじゃねえか。これなら結構使えるかもな。そうかな。ヘキサ君、よろしくね。俺がみっちり鍛えてやるからな。覚悟しとけよ。ボケボケしたやつなんか役に立たあれはもうのんびりなんてもんじゃねえ。
した。おいおいおい、こいつ分かってねえ、絶対何も分かってねえよ。こうなったら細かいことは気にしないでいこうぜ。顔色がすぐれませんね。大丈夫ですか？ああ、いいのいいの、気にしないで。こいついつも顔色悪いから。頭数がありゃなんとかなるだろう。気楽にやってればなんとかなるわよ。